吉田県立大学人間文化学部生活デザイン学科3年生の上原かな子です。出身高校は那覇国際高校です。進学の学校に迷ってた時に高校の先生が紹介してくれて、総合大学でデザインが学べるっていうところがポイントで、雰囲気が好きだったのでここに行きました。高校生の時に1年間スウェーデンに留学するチャンスがあって、そこで見たインテリアとか住居に興味を持って、高校後にインテリア建築の勉強がしたいなと思ったのがきっかけです。沖縄県内にいる時よりも日本全国のいろんなところの出身の人に会えて、学校の友達が北海道出身だったり、今まで会ったことない人にたくさん会えたことがここに来てよかったことです。一人暮らしを始めてこの寒い気候になれなくて雪の時に困ったりとか、暖房器具を初めて使ったりとか、そういうことで慣れるのが大変です。将来は沖縄で仕事をしたいと思っていて、高校生の時に留学のチャンスをもらえたので、それをこうなんか役立てて活かせるような仕事をしたいと思っています。留学と県外進学を応援してくれた家族にいつもありがとうございます。県外に出ることは不安もあるかもしれないんですけど、チャンスがあれば絶対に入れた方がいいと思うので、県外とかに行って沖縄以外のことを見ると、沖縄のことももっとよく分かるようになると思います。頑張ってください